アレクサンドリアのヒジリカタリナを装う婦人の肖像は、イタリアのルネサンス期の画家、ドメニコ、プリーゴが1520年代に描いた作品で、現在は国立西洋美術館に収蔵されています。この肖像画は、ルネサンスの美術的伝統と宗教的テーマを巧みに融合させた作品であり、その技術的な完成度と美的価値が高く評価されています。ドメニコ、プリーゴ、ドメニコポギーには、 イタリアのルネサンス期に活躍した画家で主にポートレートや宗教画を手掛けました彼の作品はルネサンス時代の美術の発展と画家としての個性を反映しており特に肖像画においてはその技巧と表現力が評価されていますプリーゴはイタリア北部特にフィレンツェで活動していたと考えられており その作品にはフィレンツェのルネサンス美術の影響が色濃く見られます。アレクサンドリアの清志カタリナを装う婦人の肖像は、ルネサンスの宗教的テーマと肖像画の要素を融合させた作品です。以下に、この作品の主要な特徴を詳述します。1、構図とポーズ。この肖像画では、婦人がアレクサンドリアの聖カタリナとして装飾されている姿が描かれています。彼女は正面を向き、 直立した姿勢で描かれれておりそのポーズは品位と落ち着きが感じられます婦人の姿勢は安定しており、視線は見るものと直接対峙することで強い印象を与えています。この構図は人物の社会的地位や内面的な強さを表現するために非常に効果的です。2、衣装と装飾。婦人の衣装はアレクサンドリアのヒジリカタリナの伝統的な装飾に基づいています。清カタリナは 通常、華やかな衣装や装飾品を身につけて描かれることが多いですが、この肖像画でもその伝統が受け継がれています。婦人の衣装には豪華な布地や金紙、宝石が施されており、ルネサンス期の美的感覚を反映しています。特に、肩にかけられた街灯や装飾的な襟元は画面に華やかさを加えています。3. 顔の表現プリーゴは、 婦人の顔を非常にに詳細に描写しています彼女の表情は静かでありながらも内面的な強さや知性が感じられます目元のささやかな描写や肌の質感髪の毛の流れなどが非常にリアルでプリーゴの肖像画における技巧の高さがうかがえます顔の表現はルネサンス期の肖像画における重要な要素であり人物の個性や内面を伝えるために重要です 4. 色彩と光の使い方。プリーゴの作品における色彩使いも特徴的です。この肖像画では、柔らかい色合いと対照的な光と影が巧みに用いられており、人物の立体感や衣装の質感を際立たせています。特に、光の当たり方が人物に対して優雅さを与えており、背景と衣装の色彩との調和が取れています。5. 背景と装飾背景には、 シンプルでありながらも品位のある装飾が施されています。背景の色合いは落ち着いたトーンで、人物が際立つように配慮されています。背景に施された装飾的な要素は、全体としてのバランスを保ち、人物に対する視線を引き立てています。アレクサンドリアのキヨシ・カタリナセント・キャサリン・オブ・アレキサンドリアは、4世紀のキリスト教聖人で、特に知恵や知識の象徴として知られています。 彼女は恐怖的な学問や哲学を象徴する人物として、また宗教者としても尊敬されています。彼女の肖像は通常書物や宝石、あるいは車輪拷問の道具として使われたなどとともに描かれることが多いです。ルネサンス期の美術においては宗教的なテーマや聖人の肖像は重要な要素であり、しばしば美術作品の中で取り上げられました。ルネサンス期の画家たちは、 成人や宗教的な象徴を描く際に人物の内面的な特性や精神的な深さを表現しようとしましたこの作品もその一例であり清志カタリナとして装飾された婦人の肖像を通じて宗教的な象徴と個人の美的感覚が融合していますアレクサンドリアの清志カタリナを装う婦人の肖像はドメニコ プリーゴの技術とルネサンス期の美術的伝統を見事に体現しています肖像画としての完成度の高さや宗教的なテーマと美的表現のバランスが評価されておりルネサンス期の肖像画の中でも特に重要な作品とされていますこの作品はプリーゴの画家としての技巧とルネサンス期の宗教的美術的価値観が融合した結果 今日ににおいいてても多くのの鑑賞者にその美しさと価値を伝えていますアレクサンドリアのヒジリ「虹リカタリナ」を装う夫人の肖像は、ドメニコ、プリーゴによるルネサンス期の肖像画の傑作であり、その技術的な完成度と美的価値が際立っています。この作品は、清カタリナの象徴性とルネサンス美術の伝統を巧みに融合させたものであり、人物の表情や衣装、背景の装飾が調和しています。 国立西洋美術館に収蔵されているこの肖像画は、ルネサンス美術の中での重要な位置を占める作品であり、その芸術的価値は今もなお高く評価されています。